パンテオンパンテオンは、ローマ市内のマルス広場に建造された神殿。もともとは、様々なローマ神を建て祭るマン神殿であった。パンテオンの天井パンテオンの内部パンテオンの横側最初のパンテオンは、紀元前25年、初代ローマ皇帝、アウグストゥスの側近、マルクスウィプサニウス・アグリッパによって建造された。ローマ市内の建築物についてアウグストゥスとアグリッパは、 明確な役割分担を持っており、アグリッパが建造した神殿は、このパンテオンのみである。このため、パンテオンはもともと、アウグストゥスを建て祭ることを予定していたが、市民の反発を避けるため、満神殿に変更されたとの説もある。このパンテオンは、後に、火事で消失している。二代目のパンテオンは118年から128年に、かけて、 ローマ皇帝ハドリアヌスによって再建された。現在、ローマで見ることができるのは、この再建されたパンテオンであるが、正面にはグリッパに敬意を表し、M はグリプエルカイ、C ・オーエステティム・フェキットと記されている。建物は、深さ4.5メートルのローマンコンクリート基礎の上部に、直径43.2メートルの沿道と半球形のドームが乗った構造で、 壁面の厚さは6メートルに達するが、高さによって材質を使い分けており、ドーム上部は業界岩と軽石を素材として用い、その厚さは1.5メートルに減じる。床からドーム上部までの高さは直径と同じ43.2メートルで、頂上部分にはオクルスと呼ばれる最高のための直径9メートルの開口部があり、ドームの質量を感じさせない。また、オクルスは もともとネロが建築した黄金宮殿ドムスアウレアの影響を受けて建築されている。それまで一般の住居であるドムスの天窓を円形で建築することは非常に困難であった。しかし無数のアーチをつなぎ合わせるように建築することでこの円形のオクルズを完成することができたのである。ローマの神々が信仰されなくなった後もこの象徴的な空間性によって 608年頃には、キリスト教の聖堂となり、破壊を免れた。建物自体が非常に改築されにくいものだったので、この荘厳な空間は、今日でも見ることができる。ラファエラの墓もここにある。なお、毎年8月6日と9日には、ここで、原爆機、マイビュー広島、ネバーモア広島が行われている。ありがとうございます。